じゃあ今日も、来たコメントすべてに切れる生配信、スタートしていく。首曲がりボンドさん、遅刻してんじゃねえかよ。お前ら厳しすぎんだよ、お前。会社か、ここ、お前。関係ねえんだよ、時間とか、お前よ。飲むヨーグルトさん、すっぴんでも可愛い。化粧したことねえんだよ、まずお前。誰と見間違えてんだ、お前。ザキヤマさん、250円。スパチャで味しめて、週2回もやんない。スパチャで味しめたわけじゃねえんだよ、お前。みんなのコメントをなるべく読むように機会を増やしただけだろ、お前。あと味しめて何がいけねえんだ、お前。サンキューサンキューさん。今、うなぎ食べてます。うるせえ、お前。高所得者アピールしてくんな、お前。雑魚、高おにぎり、エイムさん。パイナップル意識してますか？笑い。笑いつけるようなコメントしてくんな、お前。自信持って、お前、笑い抜きで来いや、お前。コンポタさん、610円。おばあちゃんに好きなように使いなさいとお小遣いもらったので、宇治原さんに貢ぎます。おばあちゃんの好きなように使いなさいの範囲に含まれてねえんだよ、俺にスパチャは、お前。おばあちゃんの気持ち考えろ、お前。モルさん、薬物扱ってそう。扱ってそうってなんだ、お前。なんで使用の方じゃねえんだよ、お前。うんちょこさん、12000円。出てけ、お前。12000円入れるようなやつ、お前。一応コメント読んどくけど。ウディピョン、水木バイトして、頑張って食べたお金だよ。足りるかわかんないけど、これで、喉飴買ってほしいな。お前、何個舐めさせる気だ、お前、俺に、お前。虫歯になるわ、お前。喉治す前に虫歯になんだろ、お前。考えろ、お前。12000円、お前。ずーっと見ちゃうじゃねえか。やめろ、お前。邪魔なんだよ、お前。お腹ビーチさん、610円。彼女と同棲したくて、最近、貯金を始めました。早速、頓挫してんじゃねえよ、お前。どこに金使ってんだ、お前。お前、頓挫の意味わかんなくて、あいつ全然笑ってなかったじゃねえか、お前。なんでバカ相手にしなきゃいけねえんだよ、お前。前田前田さん、おまん、うるせえ、お前。ギリギリ下ネタじゃない感じに、最後の一文字下ネタをギリギリで阻止してんじゃねえよ。あざまるすいさん、よういちまるさん、250円。ピエン超えて、パオン超えて、宇治原。なんで悲しいの最上級が宇治原なんだ、お前。ふざけんな、お前。中島修一郎さん、金髪似合ってる。うるせえ、フルネームで書き込んでくんな、お前。素性を隠してここに来い。久保の弟さん、口臭そう。お前、兄貴連れてこい、お前。兄貴にボコボコにしてもらうから、お前のこと。TH さん、200円。新幹線で見る、この配信たまんねんな。興奮してした。お前、ふざけんな、お前。時速200キロの状態でこれ見てんな、気持ち悪い、お前。牛の角さん、背景の色綺麗だね。背景についてのコメントなんかする必要ねえんだよ、お前。なあ、お前、M1 グランプリ見て、いやー、後ろのセットが今年は最高だったねえが、第一声に出るか、お前。出ねえだろ、お前。飲むヨーグルトさん610円。オードリーさんとコラボしてほしい。台湾の天才 IT 大臣ことオードリータンさんと。オードリー若林さんじゃねえのかよ、お前。ふざけんな、お前。サイコロステーキ後輩さん、安倍総理とうまくやってる。お前こそサイコロステーキ先輩とどうなんだよ。それ言ってからだろ、お前。なんで俺からなんだよ、お前。ボルボギーズさん610円。1000円カツアゲした相手に1万円渡して、そう、それ何の儀式だ、お前。教えろ、お前。なんでお前、俺普通にお前犯罪犯してお前9000円マイナスになってんだ、お前。意味わかんねえだろ、お前。ココリコボンバーズさん、あえいで今あえぎ出したらどうなると思うんだ、お前。なあ、切れる生配信つって TikTok で初見の人が来て、ここでお前あーってやってさ、お前どうなると思うんだ、お前。HNTAGT さん、なんで切れてんの、なんで切れてるか言ってやろうか。有名になるためだよ。意味わかんねえだろ。何回も言ってやるよ。有名になるためだよ。パニックチェケラッチョさん250円。15足す36割る2足す9かける6は、54足す18は60。ふざけんな、お前。みんなコメント読んでもらおうと必死なんだよ、お前。今数学やる時間じゃねえだろ、お前。ふざけんな、お前。算数レベルのこと数学って言っちゃったじゃねえか、気持ち悪いな、お前。岩本ひとみさん、わからん。何がわかんねえんだよ、お前。わからんがわからんわ、まず。わけわかんねえこと言ってくんな、お前は。秋山ゆかさん、TikTok 見てます。すごく好きです。特に、切れながら香水歌うやつ好きです。これからも応援してます。普通の子がこんなところ来るな、お前。なあ。お前がやってるの13歳の子がお前クラブ行ってんのと一緒だ、お前。やめろ、お前。心廃れて終わるぞ。出てけよ。3206伊藤さん、シシャモみたいですね。お前、どこにお腹に卵無数に抱えてる要素あったのか言ってみろ、お前。なあ。抱えてねえだろ、お前、どこにも、お前。七輪の上でコメント読んでるか、俺。読んでねえだろ、お前。ふざけやがって、お前。うんちょこさん610円。175cm、60kg、浜松出身。曲作りが趣味で、特技がラップ。誰やっけ？俺だろ、お前。俺の事務所まで行って俺のプロフィール見てんじゃねえ、怖えな、お前は。キュウリサリーさん、明日練習試合で宇治原満塁ホームラン打ってくる。宇治原満塁ホームランってなんだ、お前。どういうことだ、お前。
でこのコメント何回も見てスルーしてたんだよお前。なんでお前の中でこれは面白いぞってなってんだ、気持ち悪いなお前。モルさん更年期、更年期で切れてるわけじゃねえんだよお前。宇治原さん撲滅したい、おいしい。なんで俺が撲滅されなきゃいけねえんだお前。でなんでお前だけじゃなくて複数いることに匂わしてきてんだお前は。宇治原さん今日も読まれねえのか、ほらお前諦めてんじゃねえ。お前の予想とは全然違うんだよ人生って。お前コントンさん短期な宇治原、短期な宇治原じゃねえんだよ。宇治原のデフォルトが短期なんだから、普通の宇治原だろ。ジュニア HRT さん、宇治原のキスシーン見たよ。お前顔長い人全員宇治原だと思ってんのかお前。俺じゃねえよそれ、お前ベンアフレックだわそれ。HT 馬なすびさん、ありがとう、お前の配信楽しいよ。最近怒られたりねえから。うるせえお前、なんかお前もう会社で上の役職感出してくんじゃねえお前。もうこの年になるとね、売れに怒ってくれる人もいませんからね。ねえんだよお前は。お前マイワールドさん、メガネの鼻に当たってるとこ臭そう。うるせえよお前、お前が思ったこと書いていいなんて誰が言ったんだお前。そして轟五郎12000、お前遅れてきて12000入れるな。怖えんだよお前、最初は徐々に来い。まずお前がスーパーチャットして、あ、轟五郎来たなからだろ。12000円から処理できねえだろ。詰め込んでくんな、怖えなお前は。いやー変態気持ちいいのコメントに関してはもう当然触れることもねえよ。高橋俊樹さん250円、轟来たー by 高橋家一同。高橋家一同でこれを見てんじゃねえ、まずお前。絶対にお前将来嫁もらったらお前嫁が家族が原因で別れるぞお前。アルメンさん、宇治原だ、宇治原に決まってんだろ。なんで宇治原以外がいると思ったんだお前は。セイロットさん、カーテン見たいんでどいてください。なんでだよ、見えてんだろお前。この俺が被ってる部分もお前容易に想像できるだろ、一緒に決まってんだろ。俺被ってる部分だけ柄が違うわけないだろお前。考えろお前は。豆太郎さん、宇治原今年は食事禁止ですわ。どういうことだお前、どういう宗教に入ってたら今年いっぱい食事禁止なんだお前。ジャガジャガさん、この配信のメインはトドロキです。だとしたらトドロキ今日出場回数少なすぎんだろお前。って言ったタイミングでトドロキから610円、あーん今日のヒゲ可愛いじゃねえんだよお前、気持ち悪いお前。お前は主役じゃねえからな。ミックさん、サドルの上で寝てそう。そんな小さくねえだろ俺お前。どうやって寝んだあんな不安定な場所でお前。宇治原のうんち清掃係さん、体重何キロ。お前はまずその前にお前なんで宇治原のうんち清掃係って、お前なんで俺がうんち放置してるタイプだと思ったんだお前。しっかり流すに決まってんだろお前。うんちょこさん250円、この配信見なかったら曜日感覚失う。お前この配信で曜日感覚養うなお前。自分でなんかもうちょっと別のもの用意しろお前は。サイケさん、さあそろそろかな。何がだよお前、煽ってくんなお前、なんもねえよお前。アイムさん、ラストスパート全力でいけ。うるせえ、お前に言われなくたってやろうかなと思ってたわ、黙れお前は。ヒロヒロさん、絶対許さない。何がだよ。お前になんかしたか、俺一度でも。してねえだろ何にもお前。ホルモンさん、とりあえずどんな店でもヒルナンデス見たって言って絶対値引きさせてそうですね。お前そんな俺バケモンカスタマーじゃねえわお前。勘違いすんなお前。俺がお前あの店員に対してどんだけ優しいか知らねえだろお前。コロイスさん、あーやばいよ宇治原、宇治原やばいって、あーやっちゃった、何がだよ。俺が気づいてないミスを犯したみたいなコメントしてくんな、怖えなお前は。ムアンスリン和田さん、ドローン見切れてるやん。見切れてねえだろお前、浮上したりしてるかどっかでお前。なってねえだろお前。